はい、こんばんは。スタジオリバースへようこそ。ギタリストの竹下敦史です。本日のサウンドチェック2回目になります。ズーム社提供ズーム G2-1NU 20番のプリセット、G-SHOCK。 こちらはですね、先ほど、ギブソンレスポールデラックスで奏でたのですが、今度はギブソンレスポールスタジオで奏でていただきます。大雑把にね、中が結構くり抜いてあるレスポールとソリッドなレスポールと音の違いがね、分かれば皆さんもレスポールを選ぶ際の参考になれば幸いです。それでは、リアのピックアップを使って誰にでも弾けるロンリーハート、フロントのピックアップを使って誰にでも弾ける広島のものです。皆さんご一緒に1、2、フロントのピックアップ使って誰にでも弾ける広島の上でゆっくり丁寧にいきましょう。感じですね。あまりこちらのレスポールスタジオの方は歪んだ音には合わないんですが、それでもこれぐらい歪ませても音が破綻することがないというのは素晴らしいと思います。今回ご紹介したのはズーム G2-1NU 20番プリセット G-SHOCK と、レスポールスタジオの組み合わせでした。はい、レスポールを選ぶさんではね、何かの参考になれば幸いです。それではまたお会いしましょう。